あたらの壁のネギマ鍋。知ってる限りの鍋の種類を述べよという問題が試験に出たとする。食品会社の入社試験なんかだったらあり得ると思うな。まずおでん、すき焼き、寄せ鍋、ちゃんこ鍋、きりたんぽ、そういえば石狩鍋、あとは、そうそう、ネギマ鍋というのがあったな、というふうに、ネギマ鍋は大抵の人が多分一番最後に思い出す鍋だと思う。つまり、あまり馴染みのない鍋。聞いたことはあるが、食べたことはない鍋。料理の本などには、マグロとネギを寄せ鍋と同様の甘辛のつゆで煮て食べる。マグロはトロの部分を使うとあり、江戸時代は赤身の部分しか食べず、トロは捨てられていたと付け加えられる場合が多い。トロを捨てるなんて、なんてもったいないことをするんだ。今からでもいいから拾ってこいと、僕なんかそれを読むたびに叫んでしまいますね。要するに、マグロとネギが主役の鍋。作って食べようと思えば、今すぐにでも作れる鍋。マグロなんて、今や日本国中、どんな山間地の魚屋にも置いてある。スキー場の民宿の夕食にだって出る。マグロを置いてないスーパーは、多分全国で一店もないと思う。鴨とネギは相性がいい。鴨の油とネギが合うのだと思う。マグロのトロの油とネギの相性も良さそうだ。すぐにでも揃えられる材料。いかにも美味しそうな鍋。もうとっくの昔におでんやすき焼きなんかと一緒に鍋の上位のランクにいても不思議ではない鍋。なのに一番最後に思い出す鍋。作ってみようと思う人が続々と現れても不思議ではないのに、誰もネギマ鍋を作ろうとしない。なぜか。それは日本人全員が、あたらの思想に蝕まれているからなのだ。あたらの思想とは何か。あたらの思想は、むざむざの思想である。むざむざの思想は、恐れ多くもの思想である。この度私は自分がいかにこれらの思想に蝕まれているかを身をもって知ることができた。よし、ネギマ鍋を作ってやろうじゃないの、と一念発起してスーパーに向かったのである。そうして刺身売り場の前に立った。ワンパック1200円、12切れの中トロを買った。鍋を火にかけて煮立つのを待ちながら、その中トロの包みを開けた。すると、これがまあ、なんとも美味しそうな中トロで、油が乗っていて、ピカピカ光っていて、全体が油で白っぽいのに、そこのところにさらに白い脂肪のサシが、細かい網の目のように、縦横無尽に走っている。この時、あたらの思想が、私の頭を稲妻のように駆け抜けたのである。あたら、この極上の刺身の極致とも言うべきこの一切れに火を通して食べるとは何事か。恐れ多くも一切れ100円のこの中トロを煮るとは何たる不遜。わさびと醤油でこのまま食べたらどんなにかおいしいこの一切れを、むざむざ加熱して食べるとは人倫にもとる行為ではないのか。第一、この中トロには加熱用という表示がなかったではないか。牡蠣なんかだと生食用と加熱用という表示があって、その通りに食べなければならないが、この中トロはまさか加熱して食べる人はいないと思うからこそ、あえてそういう表示をしなかったはずである。私は黙ってガスの火を消した。そうしてその12切れを刺身として食べた。
その後こう考えた。自分はあたらの思想に負けた。自力ではネギマ鍋を作れないことをつくづく思い知った。自力でダメなら他力に頼るほかはない。ネギマ鍋を出す店に行ってネギマ鍋を注文する。これならあたらの思想を超越することができる。そう思って浅草の一門というネギマ鍋で有名な店に出かけていった。本物のネギマ鍋はこうだった。出てきた鍋にはつゆが張ってあって、粗みじん切りのネギが散らしてある。このネギはだしのネギらしい。具の方は大トロと中トロの中間のようなマグロの刺身が14切れに、直径3センチもある下煮たネギ、豆腐、白菜、椎茸、春菊など、2人前2400円。鍋が煮立ってきていい匂いがしてきたので、まず椎茸を入れ、豆腐を入れ、ネギを入れ、白菜を入れ、再び煮立ってきたところでマグロを入れようとした。そこで旗と手が止まった。大トロともちょっと違うそのトロは身も厚く、白い油の刺しが縦にびっしりと入っている。このまま刺身としてわさびと醤油で食べたらどんなにおいしいか。ここでもあたらの思想に負けた。少しだけ負けて一切れだけ刺身で食べた。しかし火を通したマグロもまた実に美味であることも知ることができた。